とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は更新されましたタワーの攻略、やっていきます。コメントでもね、してほしいというコメントがありました。ありがとうございます。で、一発で27回までやると、ちょっと長いんですよね。なので、3回に分けて出していきたいと思います。では、今日はまずは、10回かな?ボスを倒すまでやっていきたいと思います。では、スタートです。それでは、1回からやっていきます。今回の防具には、ポーションバリアがついてるんですよ。なので、1回からまずは、ポーションバリア入れておくと、まあまあ安全になりますので、入れておいた方がいいです。で、最近の定番なんですけども、1回が難しいです。今回もちょっと難しくって、クリーパー、そして、エンチャンター、で、ジオマンサーまで出てくるっていう感じですね。なので、注意していきましょう。まず最初は、敵が結構出てきます。なので、前に出すぎないように戦ってください。んで、まずは、すぐそこにね、エンチャンターがいるんですよ。エンチャンターを潰してください。そうしないと、どうしようもなくなるので、まずはエンチャンターを潰す。その作業から進めていきましょう。まあ、危なくなったら、ポーションバリアがあるので、ポーションバリアで、突っ込んでいって、で、それでエンチャンターを潰す。そういう感じで、やってみてください。一回がね、結構難しめなので、まあまあ注意は必要ですけども、ポーションバリアがあれば、まあまあまあ大丈夫だと思います。はい。よし。ポーションバリアを使って、突っ込んでいけば、まあまあ、1だとしても5秒間、ほぼほぼ無敵になりますので、安全にいけると思います。はい。まあこんな感じで、1回はクリアですね。で、1回の報酬は何もいりません。そのままで進みましょう。で、エンチャントで、ポーションバリアを2に上げます。2になると7秒間、90% カットになりますので、さらに安全になります。で、2回ですね。2回は、まあ、特に問題なく、普通に倒していけば、クリアできるかなと思います。2回は問題ないね。別に難しい敵もいないし、やっぱり1回だもんね。最近の難しいところっていうのは。1回さえなんとかなれば、まあまあ、そこまで。苦労せず、ある程度のところまではいけるかな。とりあえず1回と、あとは、まあ、中盤後半にかけて、2つぐらいかな、難しいところがありますので、まあ、それさえ、やり方が分かればいいと思います。で、終わりかな。はい、2回クリアです。2回は問題ないですね。で、2回の報酬も何もいりません。取らなくて大丈夫です。で、久しぶりのね、このステージが出てきました。ここも特に問題ないです。あまり先の方に行きすぎると敵に囲まれるので、まあ、そこまで敵も湧かないんですけどね、ここは。でもまあ、手前の方から湧いたやつをどんどん潰していく形の方がいいです。そうしないと、何回も何回もね、こうぐるぐる回らなきゃいけないので、めんどくさいです。なので、確実に、全部湧き終わってから、先に進むように、してみてください。もう開いたかな?大丈夫ね。爆弾投げろ!当たったかな?あー、ダメだ!落ちちゃった!しちゃった!下に落ちちゃったわ。まあまあまあ、大丈夫ですね。ここは別に本当に、難しい敵いないので、普通に戦っていけば、OK です。よし。あと、2体ぐらいか。終わりですね。3回クリアです。で、ここ、パワーシェイカー、取っていってください。固まったな。パワーシェイカーを取っていきます。で、ここも若干難しいです。何が難しいかっていうと、クリーパーが結構出てきます。なので、クリーパーの処理は、パワーシェイカーを使ってやると、安全で楽ですね。パワーシェイカーを、使って倒すようにしてください。そうすると、そこそこ、安全にいけますので。は
はい、クリーパーが、4、5体出てくるかな。なので、一応注意して、戦ってください。でパワーシェイカーは極力使うようにですね。結構回復するのでパワーシェイカー、あーやばい、パワーシェイカーが5発です。しっかりとね残数を見ながらやってください。まあまあクリーパー1発じゃ半分ぐらいしか減らないので、まあまあまあ2連続食らわなければやられないんじゃないですか。まあポーションバリアもついてるので、いざとなったらポーションバリアで安全に行きましょう。でここ報酬いりません。そのまんま進んでください。でここですね、この辺で戦うと危ないので、後ろここら辺で戦うと、いいと思います。パワーシェイカーを使いながら、処理していってください。本当ね、敵に囲まれないように、戦うっていうのが一番です。囲まれちゃうと本当にやばくなるので注意してください。で危なくなったらポーションバリアを使ってある程度突っ込んでいって OK です。でポーションバリアが切れそうになったらちゃんと後ろに退避をするようにしてください。ポーションバリア切れても敵のど真ん中にいてしまうと、集中攻撃もらってしまいますので、ポーションバリアの時間が残り2秒とかになるともう後ろに下がる準備をした方がいいです。5回クリアですね。ここも報酬はいりません。俺は基本的に序盤はあまり取らないですね。そんなに取らないですね。うん、まあ取っていってもいいかもしれないですけどね、そんなに変わりはしないと思うので序盤はそんなにいらないですかね。あ、で、あれだ、ポーションバリアを3にしてください。9秒間だとだいぶ違います。で、ここがね、結構パワーシェイカーが重要になります。この花を倒すのにパワーシェイカーが、すごい活躍するんですよ。あいつらがね、もうとにかく、嫌な奴らなので、パワーシェイカーを使って、進むようにしてください。パワーシェイカーのこの誘発する爆発、それで倒していくと結構楽にいけますので、パワーシェイカーはかなりここは重要です。毒ダメージが結構痛いんでね。よっしゃ、注意してください。で、あとお前で終わりかな。はい、6回はパワーシェイカーを、まあ、有効に使うっていうことですね。回復してなかったらちょっと待つっていうのも、いいと思います。あまり先に進みすぎると、毒でやられる可能性もありますので、まあ、パワーシェイカーをしっかりと使ってください。ここ報酬で武器を変えます。幸運の槍ですね。でエンチャント入れましょう。エーリオ2とチェーンを1ですね。チェーンがついてると結構、楽に進める場所があります。なので1でいいです。うん、3入れる必要はありません。でここ敵がある程度湧くまで待ってください。3回湧きます。なのでそろそろ3回湧いたかなってぐらいの時に突っ込んでいきましょう。ポーションバリアを使って、パワーシェイカーでガシガシと、戦っていくといいですね。はい、あとは OK かな。もう最初から突っ込んでいくと結構ね、敵が途中から湧いてめんどくさくなるんですよ。なので湧き終わるまで待って一気に叩く、その方法が俺はいいかなと思います。クリアです。で報酬でドラ持っていきましょう。はい、でここ、前に出すぎない、もうとにかくあまり前に出ずに戦った方がいいですね。うん、ここはね結構敵がたくさん出るので、でしかもめんどくさいやつが、なのであまり前に出すぎないように戦ってください。このね、トラップを押すのも、まあ、後の方でいいです。全然後でいい。まずは、敵の処理から、スタートしていきましょう。うん。シュルカーとかもいてね、これ食らうと、まあ、死んじゃいます。集中攻撃もらって。なので、まずトラップは後でいいので、まずは雑魚処理から。これ重要です。はい。で、あとは、もうめんどくさいやつは、あと1体ぐらいか。いや、もう倒し終わったかな。
うん、あとはもう雑魚を倒しながら、あ、いた、やっぱりいた。こいつがめんどくさいんだよね。はい、終わり。で、トラップを全部発動して、あと1体ゾンビがいるかな。あ、いたいた。はい、終わりでーす。もうほんと前に出すぎないように行ってください。ここは結構危ないので。行きましょう。で、ここバーストクロスボウ持っていってください。んで、バーストクロスボウの、長弾ですね、これを2入れてください。長弾はかなり役に立ちますので、入れることをおすすめですね。で、ここ、この辺で戦うと危ないので、ちょっと後ろですね。後ろの方で戦いましょう。矢はどんどん使っていっていいです。プラス、まあ、いつものごとく、パワーシェイカーですね。パワーシェイカーがものすごく役に立ちます。パワーアップして、武器の先端だけじゃなくって、当たったやつ全体が、爆発するようになってます。なので、すごく使えますね。うん、パワーシェイカーは本当にね、めちゃくちゃ強くなった。で、9回クリアです。で、次、商人ですね。で、ここで、愛のメダルを取ってください。愛のメダルがおすすめです。はい。んで、ここ、ユニークですね。ここで、バーストクロスボウを上げていきましょう。うん。まあ、魂のクロスボウ。うん、まあ、別に普通のやつでもそんなに変わりはないかもしれないけども、まあ、パワーが若干増えるんで、これがいいと思いますよ。あ、で、エンチャントでパワー入れてください。うん。ダメージが 10% 上がると、そこそこ違いますんで、おすすめですね。で、まず、こっち側に出てきます。ガストから倒していきましょう。ドラを入れて、弓でガシガシすると、そこそこ、いい感じに倒せると思います。OK。で、あとは、あいつですね。後ろから矢を打っていけば安全です。で、召喚してきたやつは愛のメダルを使ってボスの方に突っ込ませてください。まあ、うまく突っ込まない時もあるんですけどね。はい。OK でーす。勝ちました。順番が大事ですね。まずはガストから行った方が安全になるかと思います。はい。では、11回クリアでーす。で、報酬で輝くローブを取っていきましょう。はい。では、まずはですね、1回から11回までクリアしました。はい。で、次は、12回から、何回までしようかな。まあ、20回ぐらいかな。それぐらいまで、やりたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。